ジョーン・ベノイト・サミュエルソンはアメリカ合衆国メイン州ケープエリザベース出身の陸上競技女子マラソン選手である。スキーで足を骨折した時のリハビリにランニングを始め、それがマラソンに向かうきっかけとなる。1979年のボストンマラソンに優勝。1983年のボストンマラソンで女子として 初めて2時間25分を破る2時間22分43秒の世界最高記録で優勝する。しかし、ボストンマラソンが全体として下り坂の片道コースであること、レース時の気候条件が8メートルの追い風だったこと、レポーターとして伴走した男性ランナーをペースメーカーに使ったのではないかと見られたことなどから、この記録の価値を疑問視する見方も少なからずあった。このため、 翌年のロサンゼルスオリンピックに向けては、必ずしも優勝候補の筆頭とはみなされず、同年の世界陸上ヘルシンキ大会の優勝者グレテ、ワイツを押す声が多かった。そのロサンゼルスオリンピック本番では、グレテ・ワイツやイングリッド・クリスチャンセンラーが積極的な飛び出しを控える中、ベノイトは序盤の 5km を過ぎてから独走状態となる。その後も銀メダリストのワイツ、 同メダリストのロザモタラの追撃を振り切ってそのままゴールに入り記念すべきオリンピックの女子マラソン初代金メダリストとなった。高温、多湿にもかかわらず、ただ一人2時間25分を切る2時間24分52秒の高タイムで前年のボストンの記録に寄せられた疑問を見事に跳ね返す形になった。ちなみに2016年リオデジャネイロオリンピックに至るまで その時の世界記録保持者として出場した選手がオリンピックのマラソン競技に優勝したケースはベノイト以降出ていないのみオリンピック後に結婚結婚後最初のレースとなった1985年11月のシカゴマラソンでは当時世界歴代2位となる自己ベストの2時間21分21秒で優勝している1986から87年は出産と 育児のため競技を離れたが、1988年以降も年に一度程度のペースでレースに出場していた。1991年のボストンマラソンでは久々に構想し、2時間26分54秒で4位となっている。この間、1991年にわずだであるとの診断も受けたが走ることはやめなかった。1996年2月のアトランタオリンピックの 代表選考レースに12年ぶりに参加。2時間36分54秒で13位であった。2000年2月のシドニーオリンピック代表選考レースでは記録は2時間39分59秒の9位で、再度の出場はならなかったが、42歳での挑戦は話題となった。2008年の北京オリンピックアメリカ代表選考レースにも出場。 2時間49分08秒の記録で50歳代のアメリカ記録を樹立した。2009年10月3日、TBS 系列で、春秋恒例の特別番組、オールスター感謝祭に、オリンピック女子マラソン初代金メダリストの肩書きで、特別ゲストとして来日出演。赤坂五丁目ミニ駅伝では、マラソンドリームチームで、千葉雅子、谷川真理と共に出走して優勝。 赤坂5丁目ミニマラソンにも出走したが、彼女のハンデが大きすぎたためか11位に終わった。2019年4月15日には、同日行われた第123回ボストンマラソンに参加し、61歳にして3時間5分18秒をマークする回想を見せた。アメリカで一緒にトレーニングしたことのある、増田明美によると、ジョギング中に、 突如コースを外れて近くの茂みに入り、両手にブルーベリーをいっぱい積んで戻ってきたことがあると言う。これでジャムを作るということだったが、その奔放な行動にマスダは驚いたらしい。ありがとうございます。